アメリカの UFO に関する特許論文の翻訳と解説シリーズの6回目。今回はプラズマ圧縮核融合装置という論文に挑みたいと思います。よろしくお願いします。特許名はプラズマ圧縮核融合装置です。特許番号は US2019-0295733A-1 です。申請の日付は2018年の3月22日です。 特許出願者はサルバトーレ・パイスさんです。サルバトーレ・パイス氏はアメリカの航空宇宙エンジニア兼発明家でありまして、現在はアメリカ空軍に所属していらっしゃいます。当チャンネルで過去に解説したアメリカ軍の UFO の特許と言われる、完成質量低減装置、高周波重力波発生機、電磁波発生機を発明したのと同じ人物です。 感性質量低減装置は宇宙機の運動を阻害する感性と重力を低減させる装置です。高周波重力波発生器は重力波を用いた宇宙機の推進装置です。電磁波発生器は宇宙機などに搭載される防御装置兼攻撃装置でした。 今回のプラズマ圧縮核融合装置は名前からして宇宙機の発電装置と思われます。これまでに解説した3つの装置はどれも非常に高出力の電力を必要とするもので、原子炉などの既成の発電装置では電力不足であったり、宇宙機に搭載するにはサイズ的に大きすぎたり、冷却水などの運用面で問題があったりなど、 三つの装置の電源として用いるには疑問がありました。今回の発明であるプラズマ圧縮核融合装置が実用可能であれば、これらの問題を一気に解決し、宇宙機が実用化される可能性が飛躍的に上がります。さて、あらかじめお断りしておきたいことがありますが、今回の特許論文は、これまで扱った論文とは異なり、特許申請中であり、認可はされておりません。 申請から4年以上経っているので何かしらの不備がこの論文にあるのかもしれません。そのあたりも含めて考察してみたいと思います。ではまず本発明の概要から迫ってみたいと思います。本発明は空洞ダクト及び少なくとも一対の対抗し逆回転する動的フューザーを含むプラズマ圧縮核融合装置です。空洞ダクトの内部は 真空チャンバー、真空容器となっています。各動的フューザーは複数の吸気口と帯電した外面を備えております。組み合わされた動的フューザーのペアは真空チャンバー内に集中する磁気エネルギーの流速と電磁放射を生成します。集中する磁気エネルギーの流速はプラズマコアを生成し、電磁放射はプラズマコアを加熱し、 生成された磁場がプラズマコアを動的フューザーの間に閉じ込めます。さて今回は特許論文の本文だけではなく図解や数式などをすべて解説します。 論文はとても長いので動画は前編編とと後にに分けけて、2回でお届けすす。ることになります長丁場となりますが皆様と一緒に科学的考察を楽しんでいきたいと思います本発明は核融合装置ということなので核融合反応の基礎知識を先に解説したいと思いますまず核分裂反応です。 核融合反応と比較されたり混同されたりするものとして核分裂反応が挙げられます核分裂反応とは原子核が分裂して同程度の大きさの原子核に分かれることであり原子力発電や原子爆弾などに応用されています核分裂反応の前後において反応に関与する物質の質量数の総和は保存されます しかし、質量数はあくまで陽子と中性子の相和であって、質量ではなく、実際の原子核の質量は一般に質量数である陽子と中性子の質量の相和よりも小さいです。この質量差を質量欠損と呼び、原子核内部の結合エネルギーに相当します。したがって、原子が核分裂を起こすと、 この質量の差に相当するエネルギーが外部に放出されます。質量欠損と結合エネルギーの関係式は、アインシュタインの特殊相対性理論の質量とエネルギーの関係式 E イコール MC 事乗で表されます。C 事乗は高速という非常に大きな値を2乗したもので、大変に大きな値を質量 M にかけることになります。 つまり、わずかな質量の消滅により、莫大なエネルギーが放出され、このエネルギーを発電などに利用しているわけです。元素には、核分裂を起こしやすいものと起こしにくいものがあり、起こしやすい元素の代表例が、原子力発電などでよく使われるウラン235です。次に、核融合反応をご説明します。一方、核融合反応とは、 軽い原子核同士が融合して重い原子核になることです。クスイ素原子核などの軽い原子核に高いエネルギーを与えて加速させ、標的となっている別の軽い原子核に当てると、二つの原子核は融合します。この時、融合前の物質の質量の相和よりも、 融合後の物質の質量の総和は小さくなります。この質量の差の分だけエネルギーとして放出されます。融合の種類によって融合の結果放出されるエネルギー量が多いことから水素爆弾などの大量破壊兵器に用いられます。また平和利用目的として核融合炉によるエネルギー利用も研究されています。 しかし、核融合反応を起こす条件を達成するのが技術的に困難であるため、核融合反応を連続的に発生させ、エネルギー源として利用する核融合炉は現在のところ実用化には至っておりません。詳しくは講述しますが、この核融合反応を起こす条件というのは、超高温と超高圧を一定時間持続させるというものです。 これは核融合反応を起こすには大量のエネルギーが必要であることを表します。なぜ大量のエネルギーが必要なのかを説明しますと、原子核には陽子が含まれており、これはプラスの電荷を帯びております。原子核同士を接近させて衝突させるということは、プラスの電荷を帯びている物質同士を接近させて衝突させるということです。 同じプラスの電荷を持つ物質同士は、空論力によって積力が発生し反発します。これは磁石の N 極同士をくっつけようとしても反発してしまうことと同じイメージです。 したがって原子核を融合させるにはこの積力を上回るエネルギーが必要となるのです。厳密に言えば量子力学のトンネル効果も考慮しなければなりませんが大体そんな感じとご理解いただければ嬉しいです。 ちなみにプラスの電荷を帯びている陽子と電気的に中性な中性子だけで構成されている原子核がなぜ反発せずに安定的に存在できるのかというと陽子や中性子が強い核力によって結合させられているからです。 この強い核力は空論力である電磁気力より約137倍の強さがあるので陽子同士を結合させることができるのですこのように核融合反応させるには空論力を上回るエネルギーが必要なのでより陽子の数が少ない原子核つまり軽い原子核であればあるほど必要なエネルギーは少なくて済みます DT 反応 核融合反応で最も反応させやすいのが二重水素デューテリウム D と三重水素トリチウム T を用いた反応です。これは DT 反応と呼ばれます。水素の原子核は一般には陽子1つと中性子0個、つまり陽子1個のみで構成されています。ちなみに原子核を構成する陽子と中性子の個数の合計を質量数と言います。 質量数は元素記号の左肩に示されています。水素の質量数は1ということになります。しかし、自然界には陽子1個と中性子1個という質量数2のレアな水素が0.015%存在します。これを重水素、二重水素、デューテリウムと呼びます。 0.015%とは言っても水素自体が自然界には無限に存在しますので重水素を入手するのは比較的容易ですしかし陽子1個と中性子2個という質量数3のウルトラレアな水素が存在しこれを三重水素トリチウムと呼びますトリチウムは不安定なため天然には微量しか存在しません 人工的には原子炉内で二重水素が中性子捕獲することで生成されたりウラン235の3体核分裂によって生成されたりします十分な量のトリチウムを生成するためにはコストがかさみます DT 反応によって放出されるエネルギーは 同じ質量のウランによる核分裂反応のおよそ4.5倍、石油を燃やして得られるエネルギーの8000万倍にも達します。DED 反応。核融合反応として次に挙げられるのは、重水素2つを融合させる DED 反応です。DED 反応は太陽などの恒星の中で自然現象として起こっています。 反応の過程で入手しにくいトリチウムが得られるという利点がありますが、d t 反応よりも核融合反応に必要な条件が厳しく、核融合炉として実用化するには、より高い技術力を必要とします。ちなみに、当論文ではこの d d t 反応について扱われています。これは講述します。 では、当論文の本文である説明という項目の解説に移りたいと思います。スーパーサンクス、ありがとうございます。政府の利益に関する声明。アメリカ政府は本書に記載の発明を使用料を支払うことなく製造及び使用することができます。ここでは深く触れませんが、この一文はなかなか奥が深いと思います。 なぜなら、アメリカ政府以外が当発明を無償で使用することを禁止しているように読み取れるからです。この一文がどのような効果を与えるのか考察されると面白いと思います。ちなみにこの一文はサルバトーレ・パイス氏の発明論文には大抵書かれております。背景。熱核融合は軽い原子核を強制的に結合して重い原子核を形成します。 その際 E イコール MC 需要の式で表されるように質量欠損を伴いエネルギーを発生させます。核融合は非常に高温で起こり太陽の中心温度である摂氏約1500万度をも超えます。例えば重水素トリチウム核融合反応の DT 反応は1億7500万度を超える温度で発生し 重水素、重水素核融合反応、DD 反応は約2億3200万度で発生します。構成内で起こる核融合反応の第一段階では、2個の軽水素原子核、陽子が結合して重水素となり、陽電子とニュートリノを放出することにより、陽子陽子電鎖反応が始まります。 この第一段階の反応は、構成の中心の温度が約1000万ケルビンを超えると始まりますが、この1000万ケルビンという温度は、熱核融合を引き起こすためには十分ではありません。これは DT 反応に必要な1億7500万度と比べても明らかです。 しかし、量子力学におけるトンネル効果のおかげで核融合反応が低い温度でも始まります。トンネル効果については何度か奏でる宇宙学でも扱いましたが、近々量子論の解説シリーズの動画を投稿する予定でございます。ぜひお楽しみなさってください。これらの非常に高い温度と圧力でガスはイオン化してプラズマとなります。 1>, 1立方メートルあたり10の20乗個以上の膨大な数の電子と陽イオンが常に相互作用しエネルギーに変換されます。プラズマとは気体を構成する分子が電離し陽イオンと電子に分かれて運動している状態です。つまり原子核が剥き出しになっているわけです。 核融合反応を起こすには原子核である陽イオン同士をぶつける必要があるので、プラズマを狭い範囲に閉じ込めることが核融合反応の必須条件となります。核融合させるためにプラズマを閉じ込める3つの主要な方法は重力閉じ込め方式、完成閉じ込め方式、及び磁気閉じ込め方式です。 重力閉じ込め方式の核融合を実現するには、構成サイズの質量が必要です。したがって、完成閉じ込め方式と磁気閉じ込め方式の2つが実用的な方法であり、双方を用いるハイブリッドも考えられます。完成閉じ込め方式には、レーザー核融合などがあり、磁気閉じ込め方式には、トマカク型、磁気ミラー型などがあります。 トマカク型は現在研究が行われている磁気閉じ込め方式の核融合炉の中で最も基本的であり一般的なものです。 日本も開発に全面協力している国際熱核融合実験炉、イーターでも採用されている方式であり、磁気閉じ込め方式を理解する基本の型となります。これらすべてのプラズマ閉じ込め方式には、空母に搭載するくらいの大きなサイズであったり、 トマカク型におけるプラズマの不安定性であったり、磁気ミラー型における電力喪失や閉じ込め時間の短さといった重大な問題があります。これまでのこれらの閉じ込め方式はいずれも核融合反応における損益分岐点、すなわち核融合出力が入力と等しくなる臨界プラズマ条件を達成することはできず、 核融合プラズマの燃焼の自己添加条件を達成することもできませんでしたしたがってエネルギーゲインを生み出す効果的なプラズマ圧縮核融合装置が必要とされているのですここで飲み物を飲まさせていただきます では続きに参りま,すまとめ本発明は空洞ダクト及び少なくとも一対の対抗し逆回転する動的フューザーを含むプラズマ圧縮核融合装置です空洞ダクトの内部は真空チャンバー真空容器となっています各動的フューザーは複数の吸気口と帯電した外面を備えております 組み合わされた動的フューザーのペアは、真空チャンバー内に集中する磁気エネルギーの流速と電磁放射を生成します。集中する磁気エネルギーの流速はプラズマコアを生成し、電磁放射はプラズマコアを加熱し、生成された磁場がプラズマコアを動的フューザーの間に閉じ込めます。この項目は冒頭で紹介した概要の内容と全く一緒ですね。 本発明のプラズマ圧縮核融合装置は、プラズマ圧縮によって誘発される核融合により、エネルギー源を生み出すことができます。本発明は、核融合点火条件を満たすために、エネルギー源を最大化し、プラズマ圧縮とエネルギー閉じ込み時間の積を最大化させます。本発明は、キロワットからメガワットの範囲の入力電力で、ギガワットからテラワットの範囲の またはそれ以上の電力を生成することができます。こちらの3項目はこの後図や数式を交えて詳しく説明されています。とりあえず今は目次をご覧になられる感覚で大丈夫です。図面。本発明の特徴、使用利点を理解されやすくするため、次の図面を添付し説明いたします。 1> 図1は十字ダクト型のプラズマ圧縮核融合装置の側面断面図です。図2は線形ダクト型のプラズマ圧縮核融合装置の側面断面図です。図3は塩水台型の動的フューザーの側面断面図です。本発明の好ましい実施形態の例を図1から3で示します。 1> 図1の十字ダクト型では、プラズマ圧縮核融合装置は、十字型空洞ダクト100番と、対抗し滑らかに湾曲した頭部を持つ逆回転する円錐構造200を有します。この円錐構造200は、動的フューザーとして機能します。フューザーとは、完全電子式テレビを発明したアメリカの発明家、 フィロファンズワースが発明した小型核融合装置のことです。磁場によってプラズマを閉じ込めて緩やかに加熱する磁場閉じ込め方式ではなく反応容器内で瞬間的に高温状態を作り出す感性閉じ込め方式の核融合装置です。 開発当初は核融合エネルギーの実用化かと期待されましたが、開発が進みにつれ核融合は困難であることが判明しましたので、中世紀、8世紀としての用途に活路が見出されました。 実は本発明プラズマ圧縮核融合装置はフィロファンズワースフューザーを概念の軸として新たな要素を加えて改良を重ねたような印象を私近子は感じていましてフィロファンズワースフューザーの図は本特許の図1に似ておりますちなみに この図1で十字型空洞ダクト100番として差し示されている位置は間違っております差し示しているのは200番のフューザーの頭部の部分を差しているんですね本当は十字の外角の部分容器の部分に差し示していなくちゃいけないわけです当特許が認可されていない原因の一つがこの図面のミスなのかもしれません 十字型空洞を抱くと100番の内部は、真空チャンバー、真空容器110番となっています。それぞれの対抗し回転する変水構造200は、複数の吸気口200ごと、 対電している外面210を含みます。対抗し逆回転する円錐構造200のペアの組み合わせにより、真空チャンバー110内に集中する磁気エネルギーの流速及び電磁放射が生成されます。そしてプラズマコア75が生成されるように集中する磁気エネルギーの流速は 吸気口205から真空チャンバー110内に注入される核融合燃料ガスの混合物を圧縮します。プラズマコア75は電子と陽イオンによる休憩で均質な集合体です。 電磁放射がプラズマコア75を加熱し、生成されたジバーがプラズマコア75を閉じ込めてエネルギー原因をもたらします。ジバーがプラズマコアを閉じ込めるので、当核融合装置は磁気閉じ込め方式です。 しかし、フューザーを使う方式自体が完成閉じ込み方式であるため、また、当発明の名前自体がプラズマ圧縮核融合装置であることからして、当核融合装置は、磁気閉じ込み方式と完成閉じ込み方式のハイブリッドということになります。ちなみに、電磁放射がプラズマ光を加熱しますが、すごくわかりやすく言えば電子レンジです。 本発明は宇宙、海、または陸上の環境で使用できます。また、エネルギー生成を必要とする任意の用途に利用することができます。ちなみに、当論文中には、当発明が宇宙機や UFO で使われると明確には記載されておりません。しかし、本項目に陸海と宇宙で使用できると書かれていること。 公述される論文の内容から、当発明が小型化を狙っていることが推測できるので、当発明は陸海と宇宙で使用できるモバイル核融合炉であることがわかります。また、本特許の発明者は、これまでアメリカ軍の UFO と呼ばれる特許をいくつか申請し認可されていますので、同時期に特許申請された当発明は、 UFO の発電源として開発されたものだと思われますでは次に図2に行ってみたいと思います図2の線形ダクト型は本発明の別の実施形態です プラズマ圧縮核融合装置10は線形ダクト150内に開口し湾曲した頭部を持つ逆回転する変水構造200を一対のみ有します。本発明はプラズマを閉じ込めるだけでなくプラズマを強く圧縮して高出力密度のプラズマ燃焼を生成し核融合添加とエネルギー源をもたらします。 1> 図1で示しますように、好ましい実施形態は、2対の逆回転する円錐構造200を持ちます。しかし、2対を超える円錐構造を用いることもできます。円錐構造200は、一般に動的フューザーと呼ばれ、窒化タングステンなどの高性電容量のタングステン合金。 または他のタイプの金属、合金、または実用的な材料から製作されます。対抗する各塩水構造200は、滑らかに湾曲した頭部201を持ち、帯電グリッド202とトロイダル磁場コイル203の組み合わせ部位を有します。 トロイダルジバコイル203は少なくとも2つの対電グリッド202の組み合わせ部位の内側に配置されています。トロイダルとはドーナッツ型という意味です。十字型空洞ダクト100の内面壁115はプラズマコア75を取り囲んでいます。 プラズマ粒子が内面壁115に衝突してプラズマが冷えることのないように内面壁115は帯電され振動されています。重水素ガスなどの核融合燃料の混合物は逆回転する塩水構造200に備えられた吸気口200を介して注入されます。塩水構造200は対応する空洞シャフト220に取り付けられています。 核融合燃料の混合物はガス貯蔵器より空洞シャフト220内を通って圧力供給されます。大体の実施形態では動的フューザーの形状はドーム状または半球形であり得ます。 また図3で示すように、当脚台形の断面を有する円水台形230であり得ます。円水台230は複数の吸気口235を有し、各円水台230は少なくとも3つの帯電グリッド202と少なくとも1つのトロイダル磁場コイル203の組み合わせ部位を有します。 通常、複数の吸気口235は、帯電グリッド202の内側に配置されます。動的フューザーの他のすべての実施形態と同様に、各塩水台230の外名は帯電しています。各トロイダル磁気コイル203は、2つの帯電グリッド202の間に配置する必要があります。帯電グリッド202は、 重水素ガスなどの核融合燃料をイオン化するために使用されます。電子またはイオンのいずれかをプラズマコア75に向けて静電的に加速するようにそれぞれの帯電グリッド200には政府対極の電荷に帯電しています。これはイオンエンジンと同様の方法です。 イオンエンジンでは加速したイオンビームをそのまま放出すると宇宙機側がイオンと逆の電荷に帯電しビームが戻ってきて推進できなくなりますそれを防ぐためイオンビームを噴射した後に逆電荷を噴出してビームを電気的中性のプラズマに中和しますすべての動的フューザーの実施形態では十字ダクト型線形ダクト型 または実行可能な2位のダクト型のいずれでも利用できます。本論文に記載された動的フューザーの実施形態では、動的フューザー200および230の回転方向は、生成された磁束が常にプラズマコア75に向けられるように設置されています。トロイダル磁場コイル203を備えた動的フューザー200および230から発せられた磁力線は、 密接に結合する電子に作用し、動的フューザー200予び230は電子の粒子加速器として機能します。帯電グリッド202のペアは、一方は正の電荷に帯電され、もう一方は負の電荷に帯電されています。これらは電荷を切り替えることもできます。この正負に帯電された帯電グリッド202のペアは、電子を静電的に加速します。 この負の電位の原線に向かって、正に帯電したイオンは大幅に加速し、イオンが原線の周りを循環し続けると、それらは融合します。高燃性加熱を示す核融合燃料のガスの渦の衝突、及び電子と正に帯電したイオンの激しい衝突により、高温高圧のプラズマコア75が生じます。 対電した動的フューザー200および230は、それらの加速するスピンによって高い電磁放射を生成し、核融合が必要とする極高温にプラズマ光を加熱します。動的フューザー200および230の内面は、電荷の移動に対して十分に絶縁させるために、単化系素、窒化放素、 または単価放送が使用されますが、素材はこれらに限定はされません。タングステン窒化物などの高静電容量のタングステンの合金は、動的フューザー200予備230には最適な材料です。各フューザー200予備230は対応する空洞シャフト220に取り付けられています。空洞シャフト220は核融合燃料の銅管と呼ぶこともできます。 空洞シャフト220は可変出力 DC モーターおよびガス貯蔵器につながっています。デジタルコントローラーによって空洞シャフト220のスピンを加減速させられます。ということで前編はここまでにしたいと思います。後編はいよいよ数式を交えた説明になります。本発明はどんな能力を持っているのか果たして実現可能なのか お楽しみなさってくださいね。<music>